V 字回復、ミクシー、利益4倍。はい、今回のテーマです。1、ミクシーってどんな企業なのか。2、ミクシー絶好調の理由は。3、ミクシーの株価は今後どうなる。はい、まず1番、ミクシーってどんな企業なのかというところからやっていきたいと思います。はい、ミクシーってどんな企業なのか。まあ、ソーシャル会社というふうに書かせていただきました。どういうことかっていうと、まあ、社会の中で人々が、まあ、交流する場所を提供する会社ということですね。まあ、インターネット上で人が集まる場所。で、人が集まれば当然そこでコミュニケーションが、活発に行われるので、まあ、人が集まる、交流する、コミュニケーションが取れる、まあ、そういう場所を提供する会社という、ことで、今回はお伝えさせていただきたいと思います。もともとは、ね、今企業名になっているミクシーですね、 SNS ソーシャルネットワークサービスの、まあ、ミクシーというサイトを、まあ、提供して、まあ、それが事業の柱だったわけですけれども、今は、まあ、売上のほとんどは、ですね、ソーシャルゲームモンスターストライク、略してモンストが挙げているということですね。なので、まあ、SNS ミクシーで最初、まあ、収益を上げて、そしてその上がった収益を次の2本目の柱を育てる、モンスターストライクモンストを育てるのに、まあ、再投資して、そして今はモンストが主力商品という風になっています。で、これがですね、まあ、例えばスマホで行われるゲームなので、まあ、スマホゲームという書き方をしてもいいんですけれども、やっぱりミクシーは SNS 出身だったので、やっぱこう人がですね、こう赤の他人と交流するというよりは、自分の友人知人と一緒に、まあ、2人同時プレイ、3人同時プレイ、4人同時プレイみたいな感じで仲良く楽しく遊んでもらうというのが特徴としてあったということですよね。まあ、全然ネットでですね、全く今まで知らなかった赤の他人の人と一緒に遊ぶというよりは、まあ、元々は SNS ミクシー出身だということで、友人知人の、まあ、仲がいい人たちで一緒に遊ぶっていうことで、まあ、今回はソーシャルゲームという書き方をしています。はい、まあ、2大ヒット商品ということで、まあ、人が交流することができる SNS のミクシー、っていうのが、一番最初のヒット商品だったということですよね。はい、で、次の2番目、現在の、まあ、収益の柱っていうのは、ソーシャルゲームであるこのモンスターストライクモンストが、中心になっているということです。はい。で、ビジネスモデルですね。まあ、企業は当然収益を得ていくわけですけど、どうやって収益を得ていくか、まあ、その利益を生む仕組み、ビジネスモデルっていうのも、ま、変わってきているということです。で、SNS のミクシーが中心だった時は広告ですよね。なので、まあ、そのサイトの中に、ま、人がいっぱい集まって、まあ、例えば1000万人なら1000万人っていう人が、一つの、ま、SNS、ミクシーの中に集まっていて、まあ、人が集まっているところに対して、ま、第三者の企業から広告を出してもらって、そして、まあ、ミクシーは広告収益を得るという、まあ、その広告収益事業、っていうのが中心だったわけですけれども、今はソーシャルゲームの、まあ、モンスターストライクモンストが中心になっています。まあ、スマートフォンで、まあ、モンスターストライクをダウンロードしたら基本的には無料で遊べるんですけれども、まあ、有料の、まあ、アイテムとかレアな、モンスターとかキャラクターとか、まあ、そういったのがあると、まあ、よりこう有利に、まあ、ゲームを進めることができる、っていう風になってるんですよね。だから無料でも全然遊んでいくことができるんだけれども、有料のアイテムとか、もしくはキャラクターとか、まあ、そういったのを手に入れると、まあ、すごくこうゲームを有利に展開することができるということで、まあ、そう希少価値があるものっていうのがゲームの中に存在してるわけですよね。で、その希少価値があるものを、まあ、買いたい場合は、まあ、有料ということで、まあ、アイテム課金というのが、まあ、中心になっているということですね。はい。ミクシーっていうのは、まあ、今まではこういう株価推移になっていますということです。はい。まず、ミクシーの理念ですね。ユーザーサプライズファーストです。我々のサービスの先にいる顧客、ユーザーに対して常に真摯に答えるはもちろんのこと、さらに想像や期待を超える価値をコミュニケーションサービスを通じて提供していきますということで、まあ、ミクシーは何を提供しているかといったらコミュニケーションサービス。人々が交流してコミュニケーションが取れる場っていうのを、まあ、提供しているんだということですね。はい、2004年ミクシーが開始になります。その以前はですね、まあ、例えば企業に対して広報、プレスリリースを打つためのアットプレスというサイトを、まあ、運営していたりしたわけですけれども、まあ、2004年にミクシーというサイトを開始して、これがすごく大人気のサイトになるということですね。はい、2006年にミクシーの登録者数が500万人を超えましたと。
で、2007年になると、ミクシーの登録者数が1000万人を超えたということですね。はい、そしてですね、ちょっとこう時間が空くんですけれども、まあ、モンスターストライク、モンストが2013年に提供が開始されます。で、この期間っていうのはどうなってるかっていうと、ミクシーが2007年に1000万人がユーザー登録して、まあ、その後株価が一回ぐっと上がってるんですけど、下がってずーっと株価が低迷してます。この期間っていうのは、結局他の SNS ですよね。まあ、具体的に言えば、Twitter とか、Facebook とか、YouTube とか、まあ、そういったね、アメリカから SNS っていうのがどんどんまあ渡ってきて、まあ、日本独自のミクシーがまあ SNS としてのまあ独自性っていうのがまあだんだん薄れていた、まあ、いわゆるこうミクシー離れが起きたということで、まあ、結果的には株価もずっと低迷していったと。で、それがもう一回急上昇するきっかけになったのが2013年のモンストの提供開始ということになります。で、ここから一気にね、株価がものすごい勢いで上がっていくということになります。はい、モンスターストライク、モンストのね、全世界での、利用者数が、まあ、1000万人を2014年に、超えましたと。で、今度は2015年になると、まあ、全世界で、まあ、モンスターストライクを、まあ、スマホに、ダウンロードした人が3000万人を超えたということですよね。はい、そして、2017年には4000万人を超えましたということで、まあ、この辺っていうのはモンスターストライクのユーザー数がどんどん増えるにつれて、まあ投資家からの期待も集まって、まあ株価もかなりこう高値圏で推移していってるということです。ただ、その後ですね、結局モンスターストライクの利用者のですね、伸びっていうのがまあかなりこう鈍化してしまって、それに伴ってまあ業績と株価がまた下落傾向になっていったということですよね。まあその要因っていうのはちょっと後からもう一回確認をしたいと思います。はい、コロナの前は、株価は1928円でしたと。で、コロナショックによって、まあ、1532円まで、下落して、そこからもう一回株価が少し上昇傾向にあるという、ことです。はい、では2番ですね。ミクシー絶好調の理由ということで、見ていきたいと思います。はい、ニュースですね、読み上げたいと思います。ミクシーが8月7日に発表した2020年4から6月の連結決算は、売上高が293億円、前年同期比 41.3% 増、営業利益が74億円、同 4.7 倍、純利益は48億円、同 4.4 倍と大幅な増収増益だった。屋台骨であるスマートフォンゲーム、モンスターストライク、モンストの売上が好調に推移したということですね。はい。で、まあ、今2020年の時点でこの動画を撮ってるんですけれども、まあ、2016年以降、ミクシーの売り上げというのは、まあ、減収傾向でしたと。で、この棒グラフが売り上げのグラフになってるんですけれども、まあ、2016年以降は減収傾向でした。それはやっぱりモンスターストライクの利用者の、ね、伸びというのが、まあ、2016年ぐらいがピークで、そこからあんまり伸びなくなっていったということですよね。まあ、ゲームなので、ずっとこうスマートフォンに登録してる人はいるわけですよね。だからスマートフォンの中にモンスターストライクっていうアプリはずっと残り続けてるので、まあ、利用者は3000万人、4000万人、5000万人っていう風にまなっていくんですけど、とはいえスマートフォンに入ってるだけで、まあ、飽きても遊べなくなっていく人たちもいるわけですよね。スマホの中にモンストは入ってますと。しかし飽きてしまったんで、実際はほとんど遊んでませんっていう人は必ず毎年出てくるわけですよね。そうすると、まあ、ミクシーという企業からすると飽きて、まあ、プレイをやめていく人の数よりももっと多くの新規のユーザーっていうのを獲得していく必要があるわけですけど、それが鈍化したということですよね。飽きてゲームをしなくなる人はどんどん出ていったとしても、それを上回るだけの新規ユーザーっていうのがなかなか増えていかなかったと。だから2016年以降ですね、2016年をピークにして17、18、19、20っていうのは減収傾向だったということですね。はい、なぜ2016年以降は減収だったかっていうことなんですけど、まずそのミクシー以外外的な要因としては、他の、ソーシャルゲームがたくさん出たということですよね。やっぱりこう、経済っていうのはどこまで行っても需要と供給です。ね、だからソーシャルゲームで、遊びたいという需要に対して、実際ね、企業から供給されるソーシャルゲームの数、この需要と供給で考えたときに、やっぱりこのね、モンスターストライク、モンストっていうのはかなりこう、革新的な商品だったんですよね。まあ一番早かったわけではないですけれどもね、元宝のパズドラ
の方が早かったわけですけども、まあ、2013年って言ったら、まあ、スマートフォンがね、どん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 日本、そして全世界に広がっていく時に、まあ、発売された、かなりこう、革新的なサービスだったので、まあ、最初はすごい勢いでね、伸びていったわけですけれども、やっぱりスマートフォンで遊べるソーシャルゲームがいいんだ、ということであれば、他社っていうのもどん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 スマートフォンに対してですね、まあ、ゲームっていうのを供給していくわけですから、まあ、需要が増える速度よりも、まあ、供給が増える速度の方が早くて、まあ需要と供給の関係で、まあ、そのモンスターストライクの強みっていうのが薄まってしまったというのが、まあ、外部の要因ということですね。で、内的な要因としては、そのゲームそのものがモンストがですね、愛好家向けになってしまっていたということですよね。まあ、これは正直ね、避けられないんですけれども、あらゆる商品サービスがね、結局こういうね、経緯を辿っていくんですよね。やっぱりこう有料顧客に合わせて商品サービスっていうのをこう作っていくわけですよね。だから例えば2013年14年から、まあ、モンストを遊んでる人に向けてゲームを更新ってしていくとね、かなりこう愛好家、もしくはこうファンの人たちは喜ぶかもしれないんですけど、じゃあちょっとね、今からねモンストやってみようかなっていう人にとってはちょっとこうとっつきにくいっていうか、少しね、分かりにくい、ゲームになっていってしまう。これは別にモンストに限らず、まあ、ありとあらゆる商品サービスがそういう傾向っていうのはどうしても出てくるということですよね。まあ、有名な言葉としてはイノベーションのジレンマっていう言葉があります。だからこうね、自分たちにとって最高のお客様に合わせてどんどん商品サービスをカスタマイズしていってしまうと、初心者がね、まあ、自分にはそれはちょっと難しいということでね、そこまでね、いい機能は必要ないということで、まあ、初心者が全然ね別の商品に行ってしまうということが起きるわけですけど、まあ、モンストに関してもその傾向はあったということですね。この外の要因と内の要因の両方で、まあ、モンスターストライクモンストの利用者数がまあ鈍化してたと。だからまあ2016年をピークに、まあ、売上は減収傾向だったということですよね。はい。ですけれども、今回2020年の、まあ、ニュースっていうのは、まあね、好調でしたということで、まあ、売上利益4倍というニュースになっています。それはなんでかっていうと、まあ、外の要因としては、まあ、コロナ×猛暑で、まあ、巣ごもり需要が発生しているということですよね。まあ、人がね、外出自粛して、まあ、自宅で過ごす時間が増えて、テレビを見たり、ゲームで遊んだりっていうね、時間が増えてるっていう、まあ、巣ごもり需要が発生しているというのが、最初の外の要因と。で、内側の要因としては、まあね、モンスターストライクに関して、他社の人気、キャラクターとのコラボ、企画っていうのを、まあ、やったということですよね。まあ、具体的には、エヴァンゲリオンとの、コラボ、とか、もしくは、鬼滅の刃とのコラボとか、っていうのを、まあ、企画として打って、それで、まあ、もう一回モンスターストライク、モンストの、まあ、知名度を上げていったというようなことをやったわけですよね。まあ、この外と内の要因によって、まあ、2016年をピークに一回減収傾向になってたんですけど、今回の決算は、まあ、1年前の同時期に比べて売上4倍、そして利益4倍ということで、まあ、予想の、ね、情報修正ですよね。まあ、企業が当初予想してた、その業績の、予想を情報修正して、ね、今年はまあ V 字回復傾向であるというニュースになっています。はい、それではですね、3番ミクシーの株価は今後どうなるということで予想していきたいと思います。はい、現時点、この動画を話している現時点ではミクシーの株価は2390円で推移しています。はい、今後の株価はズバリ2551円を予想したいと思います。はい、予想の理由なんですけれども、まあ、モンストでですね、遊ぶ人が増えた、傾向っていうのは、まあ、しばらく続くと思われます。コラボを打って知名度を上げて、まあ、そしてコロナで、まあ、外出自粛ということがあるので、まあ、テレビを見る人、ゲームで遊ぶ人っていうのはしばらく続くと思われます。ただ、まあ、モンスターストライクっていうのは2016年が、まあ、人気絶頂で一回ピークが来てる、ゲームなんですよね。こう最近新しく出たゲームではないので、まあ、株価をこの後どん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 こう飛躍させていくほどの、まあ、爆発力っていうのはちょっと、難しいんではないかなというふうに思います。だから、まあ、株価はもう少しは上がる可能性はあるんですけど、それが爆上げするかどうかっていうことを考えると、やっぱり3本目の柱、1本目は SNS のミクシー、2本目は、ソーシャルゲームのモンスト、で今度3本目の柱っていうのがやっぱりどうしてもね必要になってくると思います。まあ、実際ミクシーが今育てようとしているのは、まあ、競輪の車検の販売事業を行って、まあ、ミクシー経由で、競輪に参加する、人で、競輪で、まあ、どの人が勝つか
か車券っていうのを買うわけですけど、まあ、ミクシー経由で売れた場合はその車券の販売手数料っていうのをまあミクシーが受け取ると、まあ、その事業っていうのをね3本目としてまあ育てていって、最終的には今のモンストぐらい育てていきたいということで、まあ、決算説明が行われているんですけれども、まあ、これがまあうまくいくかどうかっていうことが、まあね、株価が、ね、少し上がるのかそれとも爆上げするのかっていうのは、まあ、そこにかかってるんではないかなというふうに見たいと思います。以上です。ありがとうございます。幸運を。